松田翔太は大阪府美濃市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。NPB では育成選手であった。石川ミリオンスターズ時代の登録名は翔太。小学3年時から北雪ドリームス小学部で本格的に野球を始め、美濃市立第二中学校では北雪ドリームスで投手として活躍。高校入学直前に一度は野球をやめることを 考えたが、石川県の金沢学院東高に野球留学することを決めた。高校時代は1年夏からベンチ入りした。高校2年生だった2007年の高校野球石川県予選でチームを創立初となるベスト4に導く活躍を見せた。また旧連続脱三振を記録した。2008年の高校野球石川県予選はベスト8に終わったが、 大会屈指の左腕として注目を集めた。周囲からは大学進学を勧められたが夢だった世界に入りたいという思いから2008年9月15日に王の練習場で行われた入団テストを受験。合格には至らなかったがスカウト陣がセンスを惚れ込み育成枠の候補として挙げられた。他にもロッテ日本ハムの入団テストを受けていた。ちなみに ロッテの入団テストには、日清学園第三校の山、林義則と一緒に受けている。これらの経緯で、2008年10月30日のドラフト会議で広島東洋カープから育成選手として指名を受けた。2009年シーズンは2軍で10試合に登板するも防御率7.15。2010年シーズンは2軍で10試合に登板し、防御率5.23であった。 2011年シーズンも2軍で16試合に登板し、防御率4.09であった。同年10月13日に戦力外通告を受けた。11月7日、自由契約公示された。なお、オフには12球団合同トライアウトを受けた。2012年2月、b c リーグの石川ミリオンスターズからドラフト指名を受け、2月27日入団発表された。 登録名は、ショータ。オフには、BC リーグからの派遣で、コロンビアウィンターリーグに参加した。2013年7月25日に、福井ミラクルエレファンツへ移籍。登録名も本名に戻すことになった。2014年シーズン終了後に、現役引退を発表し、退団。体のバランスが良く、肘の使い方がうまい。持ち味は、 最速1 4 3トルの直球と中学から打たれたことがないというパームボールなどの多彩な変化球である。反面、四死球が多いなど制球力に課題を残している。多彩な投法で投げることができる器用な投手で、オーバースロー、スリークオーター、サイドスローに加えて、左腕では珍しいアンダースローでの投球も行うことができる。投縁の親戚には、 元プロボクサーで俳優の赤井秀和がおり、祖父の松田博文は1965年の世界柔道選手権 68kg 以下級の金メダリスト。喧嘩は苦手ですと笑うが、マウンド上では声を張り上げるなどの闘志を見せている。ありがとうございます。